にちは。こんにちは。江高さん。はい。江高さん、現役の時にスーパーカートリオと言われ、はい、まあ、グラウンドでも、はい、夜の店でも、もう、盗塁。しまくってたな。試合の時の盗塁率と、夜の心を、うん、お姉ちゃんの心を盗む盗塁率、どっちの方が高かったですか？一緒ぐらいじゃないかな。一緒ぐらい。どのぐらい、成功率どのぐらいでした？いや、俺悪かったもん。え？成功率は悪かった。数は走ったけど、うん、その分失敗もあったんだよ。結構あった。それ数打ちゃじゃないですか。数打ちゃ、走りゃと、まあ、たまにはそういう風になるだろうみたいな。みたいな。いやいや、でも走らなかったら怒られたからね、俺ら。え？いや、どんなクイックが速くても、走らなきゃ怒られたから。失敗してもいい？いいから走れって。だからもう、それがバッテリーのプレッシャーになるから、はい、走れ走れって。で、加藤さんもそうだし、屋敷もそうだった。はい。でも屋敷は成功率がまあまあ高い方、うん、加藤さんも高い方、はい、俺は低い方だった。俺そんなにね、うん、思ってるほど足速くないからさ。え、そうなんですか？いや、それ速い方だったよ、はい、速い方だったけど、もう疲れちゃうんだよ。疲れちゃう、足。いや、足パンパンになっちゃうしさ、足にスランプないって大間違いだから。違うんですか？パンパンになったら走れないから。いや、だけど、うん、まあ例えば当時西本さんだとかさ、うん、クイックは速い、牽制は速い、うん、走れないよとか思いながらでも走らなきゃいけなかったから、それはアウトになるよね。そうですよね、うん、ちなみにその当時、はい、このピッチャーは牽制球速くて嫌だった、はい、まあ、西本さんも今出ましただから川口とか、あ、広島の、だから牽制左対左でもういろいろ自分の癖も知ってて、はい、それを逆手にとってこんなって牽制してくるし、大野様があって、目と目があって、ニコッとしてホームに行くし。いや、だから、まあそういう駆け引きとか、いろいろあったんだよ。そうなんですね、うん、だからそれは成功率は上がらないっていうのは、はい、もうこれ仕方ないっていうか、うん、それは良くないことなんだけど、はい、まあ、塁に出たらスタートを切らなきゃいけないという使命があったから、はい、まあちょっと辛かったよね。まあ言い訳っぽく聞こえるかもわかんないけど。じゃあ、豊さんのイメージで、今の野球選手で、はい、例えば成功率、盗塁の成功率、うん、いい野手だなと思う選手って、はい、誰あげますか？やっぱり山田哲人だよね。ああ、やっぱり。いや、哲人は、はい、なんかね、グラウンドにいて、確かに走る選手なんだけど、はい、足がそんなに速くないという、なんか認識があるのか知らないけど、はい、警戒し、芯があんまりないよね、バッテリーそれよりも打たれるましてや、うん、まあ1番打ってる時は別だけど、はい、3番打ってる時なんかバレンティンじゃん、はい、後ろが、うん、そうなってくると、うん、山田ばかりに構ってられないというかさ、うんうん、だからその感激を塗って鉄道を走るから。あ、でも実際山田鉄道はめちゃくちゃ足速いからね。そうなんですよ。でね、スタートも抜群にうまい。やっぱり抜群にいいんですね、うん、だから 3S って、まあ、よく動画でも言ってるけど、はい、スタート、まあ、スピード、スライディングって言ってるけど、彼はスタートが抜群に、思い切りが、それとその本能的な部分あるんだろう ね、 反射という意味ではね。今言ったその山田哲人選手、実は2015年の盗塁成功率ランキング、はい、これ1位なんですよ。で、2016年も山田哲人選手1位。ない、どのぐらいで何割？2015年に関しては34成功して、まあ、失敗4あるので成功率が、8、9、5、8割。まあ、ほぼ9割だよね。そうです、そうです。2016年は成功30の失敗2なので9割です、9、3、8。で、2019年に関してもやっぱり山田哲人選手は1位で、33成功の3失敗で9割、917。917、9割1分7に、はい。いや、もう9割超えたらね、うん、すごい、神の領域だよ。やっぱりそうですね。だって、タイム的には、はい、盗塁っていうのは、うん、絶対、刺されるというタイムが出てるわけね。そうなのよ、タイム的には。いや、ピッチャーがある程度のクイックを使えば。あ、そうなんですね。うん、だけど、だから100メートルで言えばもうフライングだよね。はい。フライングをいかにできるかっていう。だからここがスタートの極意だから。ああ。よい、ドンで一緒に行ってたら、もう絶対アウトになる、ね。いや、絶対アウトなんだ。
でおっしゃってたその一般的に盗塁の成功率というのは、うん、大体 70% がまあいいんじゃないかという、まあ、平均でしょ。平均です、うん、でできれば 75% 以上は欲しいと言われていて、うん、80を超えるとかなり優秀、 90% 超えはもう超人レベル、まあ、超人だろうね。そうなんですよ。いやだからやっぱ走ってるとね、うん、失敗っていうのはすごく気になってくるんだよ、うん、で俺ももう走りたくねえなと思うけど、うん、また刺されんじゃないかって。だって3回出て3回とも失敗っていうこともあったからね。だしもう塁に出れば走るっていうのをもうバッテリー分かってるじゃないですか。その中で走らなきゃいけないっていうのは、うん、だからもう大変だよね。3回やって3回ダメだった時、ベンチに戻ってきた時どうなんですか心境。いやだからもう、いやそれはもう選手全員分かってたから、うん、もう絶対走らなきゃいけない。でもあのピッチャー絶対無理だよなっていうこともあって、うん、あるんだよ、分かるんだよ選手同士って。でも走らなきゃいけない。だってこんなんやって左ピッチャーがこれで投げるんだよ。無理。いや盗塁をかかってる時なんだ。わざわざ左出してきてこうやって構えて、豊さんあれするために、これで投げるんだから、えー、みたいな。無理です。無理だよ。でもそれでも行かなきゃいけないっていう使命があったから。いやまあでもそれも言い訳なんだけどさ、でも走らなきゃいけないというね、使命があったからもうしょうがないんだよね。だから9割なんて言ったら、はい、本当に神だよ。すごいですよね、うん、でこれ2014年からこう今ランキングが出てるんですけれども、はい、ちなみに2014年のランキングの1位は、うん、中日の荒木選手、うん、で、まあ、成功17失敗1で944、まあ、これもすごいけど、はい、数がやっぱ少ないよね。そうなんです。でもね、荒木はね、うん、中間層が伸びた。山田と違うの。中間層がスーッと伸びるから、はい、あれこれアウトなんじゃないかっていうのが中間層が、はい、だからトップスピードに入るのが早いね。スタートがいいのは山田哲人選手みたいな選手、うん、だからスライディングっていうのはさほどうまくはない、はい、けど、うん、中間層がファーンと伸びるタイプ、うんうん、ストライドも伸びるし、あ、そうなんですね、うん、でこの年の2位はソフトバンクの柳田選手、33成功して6失敗8割、うん、まあ、8割4分という、うん、でもあれだけ長打も兼ね備えて、はい、まあ、足もあるというね、うん、足も速いという。で彼はねどちらかというと、はい、好きのあるピッチャーから走るタイプだね、うん、いけるといけるというふうに思ったら、はい、あの行くタイプ。でもこれ無理って言ったらもうずっと我慢してるから、うん、だから成功率は上がってくると思う。あ、そうですね。だから常に走らなきゃいけないっていうことではなくて、うんうんうん、はい、だから隙を見つけるのは上手い選手かも、ね、そうですね、うん、あと2018年の盗塁成功率ランキングの1位の日本ハムの西川選手、これすごいんですよ、はい、44成功して失敗3、9割3の6位。これはもうすごいね。でも彼の走り方っていうのは、はい、無理だと思ったらやめれる勇気だね。行かない。行かない。常に行きたがるタイプじゃなくて、はい、行ける時には行くタイプ、うん、で西川っていうのは行けないと思ったら絶対行かないタイプ、はい、俺も行けないと思っても行かなきゃいけなかったタイプ。そうですね。そうね。いやでもだから彼は行けると思った時には必ず成功するっていうイメージがある、うん、あ、そうなんですね、うん、だからもう絶対2アウトランナー1塁で出ました、はい、で2番バッターが、まあ、1番打ってるからね、はい、2番バッターが長打がないバッター、うん、まあ、ここで無理して走ってもいいなって思う時でも自重する。あ、そうなんだ。行かない。へえ。だからものすごい慎重派だから率も残せる。残せることなんですね、うん、でもあの盗塁ってそのほぼ選手に全部お任せなんですか今もう昔も。 いけるときっていうなのかサインで。いや、いけるときに行っていいよっていうのは、はい、まあ裏を返せば、うん、いけなかったらいけなくてもしょうがないよっていうことじゃない。あ、いけるんだったらいけなさい、うん、なんか無責任だよね。あとは自己責任っていうね。あ、でも今の野球っていうのは無駄に死ぬっていうことを、盗塁死を食らうっていうことをすごく嫌がるので、うん、だから行けるときに行きなさい、それ以外は行かなくていいですよっていうさ、はい、まあそういうサインに捉えてるよね。俺ら出たら行けっていう、死んでも行けみたいな感じだから。もう何が何でもってことですからね。そうそうそう。豊さんから見て、うん、豊さんの時代の盗塁
をしてた選手と今の盗塁のスペシャリストと違いってあります、うんうん、今の人たちっていうのはやっぱ失敗を嫌がる。うん、だからそれはそれで一つ流れをこう切らない意味では、はい、いいよね、うん、俺は切りまくりだからせっかく出たと思ったらアウト、みたいな試合の流れが止まっちゃうってことだよね、うん、だから加藤さん俺が出て、うん、加藤さんが出て屋敷が出て、うん、3人とも盗塁士があったからね、お前ら何やっとんやって言われたけどファンから、うん、でも3人出て、はい、満塁にしたけど、うん、ゲッツーとかで得点にならずとかさ、はい、ものすごい昔は無駄が多かったけど、はい、でもバッテリーにはすごいプレッシャーをかけてたよね。そうです、うん、でさっきちょっと話でピッチャーで西本さんだったり川口さんとかは牽制球とか嫌だったとおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、逆にこのピッチャーだったらバンバンいけたなっていうピッチャーっていました。まあ江川さんだよね。江川さん相手にしないのランナー。そうか、まあ、いいバッターを打つらいいんだろうみたいな言ってましたね、うん、それだからちょろちょろする人とちょろちょろしとけみたいな。え、これがまたさ、相手にされてないと思ったら腹立ってくるわけよ。はい、わかるんですよ。なんだお前、癖なんていうのは、うん、こう低いと、うん、ホーム、はい、こうやって高いと牽制だったんだよ、はい、もう思いっきり癖出してくれて走ってたから楽勝だよね、江川さんの時なんか。そうです。でも逆にプライドが ちょっといや、相手にされてないみたいな思っちゃいますよ、ね、一応走るんだけどみたいな、うんうん、まあそういう感じの時もあったね、うん、でも人それぞれこう走る、うん、特徴というのがあって、はい、まあ俺だとやっぱどちらかというとスライディングが上手かった方なんだよね、うん、スタートはともかく、はい、で屋敷っていうのは中間走がめちゃくちゃ速いんだよ、うん、加藤さんっていうのはスタートが良かった。やっぱ人それぞれやっぱ違うね。だから山田哲人っていうのはスタートだし、はい、荒木っていうのは中間走だし、うん、柳田っていうのは隙を見つけるのが上手いし、うん、西川っていうのはすごく慎重で自分を抑え込める、はい、走りたいんだ走りたいと思うんだろうけど我慢ができる、うん、そういういろんな特徴がある。面白いですね。面白い面白い。そういう風に試合見ると面白い。そうですよね、うん、この選手のスタートの切り方とか走り方とか、うん、でも山田はこれだけの成功率を誇るっていうことは、うん、3秒揃ってるかな、うん、あれね走り方が悪いんだよ山田って。走り方ですか、うん、で真中が言ってた、はい、前監督の、はい、真中が言ってたんだけど、うん、山田って走り方が悪いから速く見えないんだ、うん、確かに、うん、だけど、うん、めちゃくちゃ速いらしい、ね、実際に本当に気をつけてください気をつけてください何を。いや山田が走るよっていう。あ、そういうことね、うん、相手バッテリーは山田は走るから。今日の服破れてない。そうなんですよね、後ろからね、まあ、なんか肩出してるってちょっと喜んでるでしょコメント欄とかいっぱい書いてあるけど。いや嬉しいですね、肩出してそういうふうに言われたら。なんかこうヘッドスライディングして破れたのかなと思いました。いや私もね、じゃあ今度ここ破れてきますよ、足期待してください